こんにちは、北海道日高地方の養蜂場からです。今回は9月の上旬から中旬にかけての間を置いた4日間に行った撮影の結果をお伝えしましょう。最寄りのアメダス観測所のデータによると、この4日間の最低気温の平均は 13.8 度、最高気温の平均は 26.1 度でした。撮影時の天気は晴れの時が多かったのですが、曇り空の時間帯もありました。気温はこの地方としてはまだまだ暖かいのですが、自然界のありさまは夏から秋に向けて着実に進んでいます。夕空を見上げると秋の雲です。そして草原では夏の主な蜜源植物であったオオハンゴンソウの花の勢いに明らかな衰えが見え始めています。オオハンゴンソウに代わって今や満開の時を迎えているのは友禅菊です。友禅菊は秋の主要な蜜源植物になります。ただし友禅菊蜜はミツバチが越冬する際のお弁当用で、人間の食用ではありません。ところで9月になってスズメバチの養蜂場への襲撃が本格的になってきています。また8月中旬に第一報をお伝えしたミツバチヘギイタダニについても、最初の対策を取ってから1ヶ月経ったところで、その続報をお伝えする必要があるでしょう。一般に秋になると1群あたりのミツバチの個体数が減少するに伴って、ダニの被害が深刻化するとも言われています。そこで今回は秋のミツバチを取り巻くこうした2つの難問に対して、ミツバチと養蜂家がどのように取り組んでいるのかという点についてお話ししましょう。最後までゆっくりとお楽しみください。まずスズメバチについてです。スズメバチ対策としては、春先から養蜂場の周辺にペットボトルに誘引物質を入れたトラップや長野式スズメバチ捕獲器を設置してきました。そして8月以降になると、ご覧のように巣門付近をナイロンネットで覆うようにしています。捕獲されるスズメバチの種の構成は時期によって異なります。春にトラップにかかるのは小型スズメバチが多く、モンスズメバチとケブカスズメバチがそれに次いでいました。しかし9月になるとモンスズメバチは全く取れなくなり、小型スズメバチも養蜂場ではあまりその姿を見かけなくなりました。9月の養蜂場にやってくるのは主にご覧のケブカスズメバチとオオスズメバチです。これらの4頭はミツバチを仮にやってきたところを反対に捕虫網で捕らえられてしまった個体です。オオスズメバチは7月と8月の2ヶ月間にもわたって、不思議なことに全く取れず、おまけに姿を見かけることすらありませんでしたが、9月になるとやはりやってきました。今回の撮影の時にも前回と同様に数頭の集団となって襲ってきました。そしてそのうち1頭がミツバチが作る蜂球で退治されてしまった点も前回と同じです。さらに1頭のケブカスズメバチが巻き添えを食ってミツバチに退治されてしまった点に至るまで、ここにあるのは何から何までまるで前回のリピートを見ているような、そんな光景です。なお右側のオオスズメバチを対象にした蜂球内部の温度をデジタル温度計で測ってみたら 30.1 度ありました。また地表付近の気温は 26.5 度でした。したがって蜂球内部の温度と気温との差は 3.6 度でした。前回は蜂球内部の温度が 42.5 度もあり、気温との差が13度もあったのと比べると、今回は蜂球内部の温度がだいぶ低くなっています。前回はスズメバチがミツバチに捕らえられた数分後の蜂球内部の温度でしたが、今回は状況から判断して30分程度経過した後になって温度を計測したのだと思います。一連の観察はどのタイミングで蜂球内部の温度を測るかによって、その数値が大きく異なるものになることを示しています。ところで2、3秒前から場面は変わっています。
場面は変わっていますが、ミツバチがやっていることはやはり蜂球です。ただ今ミツバチが退治しようとしているのはスズメバチではなくてマルハナバチです。マルハナバチに一体何の罪があるというのでしょうか。巣門付近にやってきたよそ者はとりあえず手荒くもてなすようです。9月になってオオスズメバチがやってくるようになったので、巣箱の上に市販のネズミ捕り用粘着シートのトラップを設置します。ネズミ捕り用粘着シートの粘着力は極めて強力なので、ここにほんの少しでも足を踏み入れたスズメバチはもう逃れられなくなってしまいます。粘着シート上にこのように生きているスズメバチがいると、その個体が救助を求めるためにフェロモンを放出します。特に侵略を生業にしているオオスズメバチのコロニーは一個の軍事組織であり、仲間同士の団結は極めて強固なので、 SOS 信号を受け取った個体は火星に駆けつけます。その結果はご覧の通りです。ただオオスズメバチが出てきたとはいえ、今シーズンのここまではやはり個体数が昨年に比べて少ないようです。その代わりご覧のケブカスズメバチが次から次とやってきます。その代わりと言ったのは、オオスズメバチが頻繁にやってくる養蜂場にはケブカスズメバチも近寄りがたくなるためです。オオスズメバチのにらみが効かない養蜂場にケブカスズメバチはここぞとばかりに襲ってくるのです。ケブカスズメバチは単独で養蜂場にやってきて、ミツバチを幼虫の餌にするために一頭ずつさらっていくと言われています。オオスズメバチのように集団で巣を乗っ取って中にあるものを根こそぎ持っていく侵略者ではなく、ケチな人さらいに過ぎないので、ケブカスズメバチによる被害を軽視する向きもあります。しかし単独犯も常時やってくるようになると、それによる被害の程度はバカにならないものになってしまいます。しかも今年のケブカスズメバチは小柄な個体が多いようなので、このナイロンネットのメッシュをくぐり抜けて網の中に入ってしまうやからが少なからずいるのです。なおケブカスズメバチは2頭3頭の変態を組んで養蜂場に飛んでくる場合もあるように思います。これがうまいことナイロンネットの中に侵入することに成功したケブカスズメバチです。一歩の足で器用にぶら下がりながら獲物の羽を切り落として、それを肉団子にまとめ上げています。以前の動画の中で、私はケブカスズメバチはミツバチの胃の中の蜜を吸っているのではないかと申し上げましたが、この場面ではケブカスズメバチが噛んでいる箇所はミツバチの全身に及んでいるようです。ケブカスズメバチがミツバチを仕留めるときには針で刺し殺しているように思います。スズメバチの針はミツバチの針とは違って何回でも使うことができます。ただこうやってナイロンネットの中で作り上げた肉団子を持ったままでネットの外に出ることは荷物が邪魔になってなかなかできないようです。トラップにかかるケブカスズメバチは続々と飛来する個体のごく一部に過ぎません。原始的なやり方でも捕虫網を持って養蜂場で待ち構え、飛んできた個体をそれで捕まえるということが他方では必要になってきます。ただケブカスズメバチの飛行は素早いので、これがなかなか厄介です。オオスズメバチをカラスに例えるならば、ケブカスズメバチはツバメでしょうか。続いてミツバチヘギイタダニ対策のお話を少ししましょう。駆除剤のアピスタンを巣箱の中に入れたのは8月上旬です。アピスタンの使用期間は6週間です。その後今度はアピバールをやはり6週間使用する予定です。ダニ駆除剤は巣房に蓋をした法事についているダニには効き目がありませんが、ダニの温床になるのはまさにそこです。ですからダニ駆除剤が効力を発揮するまでには時間がかかります。ミツバチの側でも自浄作用が働いて、こうしたダニにやられた個体を巣の外に自分たちの手で排除しています。
こうした養蜂家とミツバチの協力でミツバチヘギータダニの災いをなんとかしのぐことができればと念じています。時刻は昼ごろ。これは時騒ぎです。時騒ぎは内勤蜂が外勤蜂に成長する過程で見られる自分の巣箱の位置を覚えるための通過儀式です。時騒ぎが見られるということは、この映像の少なくとも20日間ぐらい前には働き蜂の羽化が正常に行われていたことを示しています。内勤蜂の期間が羽化後20日間だからです。時騒ぎはもちろん明るい兆候です。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。